はいどうもパロプンツサッカーライフチャンネルのつつんです。いや、ということでね、えー、ビファレン長崎と、えー、栃木 s c の、えー、今回はレビュー動画となります。まあ、ご覧の通りね、もう、結果は出してるんですけども、1対0ということで、開幕戦勝利はビファレン長崎でした。いやー、あのね、コメント欄で結構ね、サンゼルで長崎勝つとか、まあ、栃木勝つとか、いろんなね、えー、コメントがあって、そういうコメントを見るとなんかね、 えー、僕はとてもなんか嬉しいなという感じになぜかなってしまったほっこりした感じがしましたけどね。はい、ということで、ね、ちょっとスタッツを見ていきましょうかスタッツはこのようになってますね、まあ、ボール支配率も、ね、長崎が上でしたねただねボール支配率は上だったんですけども、まあ、このシュ,ートシュート数が物語るように、まあ、長崎も決定的なチャンスっていうのは正直そんななかったです、ね、前半も後半もそうですけど、まあ、特に前半ですね前半結構深い位置まで、えー、左も右も 攻め込むことができたんですけどもなかなかね決めることができなかったのはちょっと痛かったかなという感じがしますただねしっかりコーナーキックあれね、あのー、しっかりね富しが潰れて反らして最後フレイレが決めるっていうねもうフレイレものすごく喜んでましたね,ねやっぱ新加入選手が開幕戦でゴール決めるっていうのは非常にね今後のチームの、ね、ー作り方とか まあ選手個人のその後のプレーとかにもものすごくいい影響が出ると思うので、はい、あのゴールはね、うん、非常に良かったと思います、はい、でただね、ね、まあ、このコーナーキックなんですけども、まあ、ほとんど前半のコーナーキックだったんでやっぱり後半、長崎もなかなか攻めきれていなかったなという印象が正直ありますねで栃木は、ね、逆にシュート11本打ってるんですよね、まあ、枠内が日本であるんですけども確かにねあのー 栃木の方がゴール前での怖さっていう意味ではね、ゴール前の怖さっていう意味では栃木の方が多かったですね。特にあの栃木の選手で今日良かった選手が2人いますね、あまあ、3人ですね、ま挙、あ、げるならば。1人が瀬川選手、あの左サイドの瀬川選手、あの選手のクロスは非常に良かったですね。あの、J2 <laughs> の選手かなっていうぐらい本当に、あのものすごくいいクロスとスピード。 ありましたねあとは本当、中でね、合わせれる選手がいれば、大きな武器になるんじゃないですか、栃木は、あの瀬川選手。はい、でその反対サイド、秋元選手ですね、彼も何者ですかね、新,新人選手ですかねあの、ものすごい良かったですあの、縦のドリブル、非常に縦のドリブルが効果的でね、長崎はちょっと苦労しましたね、この両サイド。はい、で、あと1人がその矢野騎手。 や,あの気象はやっぱさすがですね、しっかり競り合いで勝ってますね、空中戦勝率は非常にこの試合、高かったんじゃないですかね。まあ、まあただちょっと具体的なデータとかね、後から見てみたいと、まあ、思うんですけども、本、ま、当、あ、ね、危険なところに顔を出したりとか、外に流れ,と流れたりとかね、気の利いたプレーが非常に多かったです。で、まあ、あと途中出場で言うと、栃木は半四手ですね、まあ、こうやってやっぱりね、話してみると、やっぱ負けはしましたけど、栃木の方がね、印象的なプレーって多かったような気がします。半四手選手やっぱりね クロスも上手いいですしし怖ととこに顔出したりとかやっぱりねうん上手いです大卒2年目か3年目ですかねあの去年鹿児島に確かにいたと思うんですけどもそこでも結構目立った成果を結果を出していたんでまあどうなるかなと今年思っていたんですけどもまあちょっともうフィットしてる感がしてますしスタメンでも見たい感じはしますけどねはいで、まあ、エスクデロも後半から出てたんでねうんやっぱりちょっとまあ福幸から課題になってエスクデロもね まあでもねうん、やっぱ後半に繁栄とエスクレードが出てくる栃木はまあ怖いなという気がしました意外と今年意外とっていたかあの栃木もね今年はそんなに去年ほどもしかしたら苦労しないかもしれないですねはいでまあ長崎のにじゃちょっともうちょっと話を戻すとまあ良かった選手良かった選手だとやっぱり吉岡になりますねうんあのー、どのポジションでも目立ってましたね 引いた位置でも高い位置でも、まあ、ショートカウンターの起点になったり、まあ、いいクロスも上げてましたし、まあ、ただ、ね、後半あのシュート打つべきところで2回ぐらいちょっと打ってなかったんでそこはもう積極的にどんどん打っていいと思うんですよね。うん、なんでね吉岡は本当にでも体のキルもあっていい感じにコンディション上げてきてるなという、えー、イメージでした。はい、なのののででもしかしかたら今年長長崎の覚醒枠、まあ、ずっとあのここまいいて,て長い 長井、えー、長い鈴木、武蔵500に続く覚醒薬は富樫じゃなくてもしかしたら今年、吉岡じゃねえかなっていう感じがなんか個人的にはしてきたかなって感じですね、はい、であと、セザールですね、介護、うん、あのやっぱ体がしなやかですね、去年よりもコンディションは良さそうですしやっぱりあの位置でテクニックがあるプレーができるな 大きいと思うんですけどもただね、ちょっとパスミスが大きいかなって思います、お多かったかなと、昨年もそうですけども、結構、トラップがね、トラップを足元を止めるときに結構深く入りすぎて、でちょっとごたごたしてる間にかっさられるっていうのが、この試合も何回かあったんで、ちょっとね、そこはちょっと怖いなっていう気もしますけども、やっぱただ、ボランチにね、あんだけでかくてテクニックのある選手がいるのは、まあ、J2 ではなかなかいないと思うんで、非常に、はい、いいと思いますね。 まあ、あとボランチの秋のです、ね、新キャプテン、うん、あの展開力は非常にいいですね、はい、でも、まあ、そもそも今日長崎が3バックで来るとは思ってなかったです僕はあの、まあ、3バックの可能性もあるかなと思っていたんですけども、まあ、可能性としては一番低いかなと4 4 2か4 5 1もしくはその中で3つ目のオプションとして今日のフォーメーション3バックだったんですけどもちょっと予想外でしたただ3バックで今日 良かったなと思うのやっぱウィングバックの、えー、米,米田と亀川がね、非常にいい動きをしていてで、そこにね、その前に秋野がアクセントつけたりとか、ミドルパスを非常にいい効果的に出していたんで、今日はその3バックの特性をうまく秋野が活かして、非常に、えー、いいプレーが今日は全体的にできていたんじゃないかなと思いますね。とということで、まあ、今のがね、まあ、全体的な 話の流れになるんでですすけどもどもうですかね長崎サポーターの方とかね栃木サポーターの方も今日聞いてくれてると思うんですけども、うん、僕は結構ねハイレベルな試合だ,とだったと思いますよあの栃木にはほんとさっきも言いましたけども瀬川と秋元というね、うん、いい僕の中でいい掘り出し物があったなっていう感じがしますしこの2人はねもしかしたら近い将来 J1 に引き抜かれる可能性もありますしあの多分 うん、将来1人で金が取れる選手になる可能性があるかなと、うん、やっぱりあのセガ川のクロスって魅力的ですよね、うん、あの左足はね J1 で見てみたいと一ちょっとね惚れましたねあれははいなんでね、まあ、長崎も栃木もねこの試合いいところ悪いところどっちもあったと思います、うんまあ、もうちょっと長崎もだからゴール前での迫力せっかくね深いところまで持っていけましたし、ね、ルーキーの帰宅もなかなかいい動きをしていたんで あれだったんですけどももうちょっとねゴール前の迫力っていうのがあれば良かったかなと個人的で思いますただね組み立ての部分はもう本当に非常に今日は100点満点与えていいぐらい、えー、ゴール前までの運び方は良かったと思いますし栃木のね、えー、両サイドとま途中出場のエスクデロとハイヨンって非常に良かったと思いますなので今年ねこの2チームねものすごくいいとこまで行く可能性もありますよね 栃木に関しては1つ勝てばね、だから栃木はねあの矢野紀章とかいい選手、本当に多いんですよ、今年本当、ベテランと若手がいい融合を見せれるかなと僕は思ってますし、去年よりいい成績残す可能性があると思いますま。いきなりそのプレーオフ圏とか、栃木がプレーオフに入るのは、もしかしたらちょっと厳しいかもしれないんですけども、ただね、早く一勝をしてほしい、栃木に関しては。早くねダラダララとせず1回勝てば 1一回勝てばこのチームはもしかしたらねいいとこ狙えるかもしれませんねはいまあただねやっぱ J リーグもねレベルが本当に上がってますし僕は J2 はうんだってあのルパンも参加するチームもあればね先週まで5連勝していたチームがねいきなり次の月にはもう連敗して下の方に行っちゃったりとかうん全然あるんでまあやっぱね J2 2はね序盤の勢いが大事ですね、うん、序盤の勢いと終盤の勢い、夏場以降の駆け上がり、ですね大事と思います。でそこでね長崎も栃木もうまく乗ることができれば、なかなかいいとこ、こ特に長崎は、ね、自動昇格も狙えると思いますし、最低限プレーオフには絡んでこれるようなチームと思うので、そこは期待したいです。はい、で栃木もね、えー、今シーズン一緒にね本当に、えー、YouTube の,そのコメントにもいろいろ書いてくださった方とかいらっしゃるんで。 今年は一緒にといいうことでね、えー、これが、これがというか、これが開幕説のね、えー、長崎のレビュー動画となります。次はね、金曜日に、えー、プレビューの方をね、次節のプレビューの方を金曜日に、金曜かまあ土曜日に上げたいと思いますので、またその時もよろしくお願いします。バイバイ。